マレー語の書物英語読みでマレー語また言語読みならば、村湯語は東南アジアのマレー半島周辺地域で話されるオーストロネシア語族の主要な言語である。講義にはマレーシア語、インドネシア語等を含む。マレー語はオーストロネシア語族、西オーストロネシア語派に属する言語である。マレーシアの国語、シンガポールとブルネーの公用語、インドネシアの国語や東ティモールの作業語は、 言語学的には、同一言語の方言として位置づけられ、タイ南部のマレー系イスラム教徒の話すジャウィ語ほか、文法、語彙に共通点のある30以上の諸言語もそれに、含まれる。通常、マレー語といった場合インドネシア語を含むが、マレーシア語やシンガポールの公用語を、インドネシア語とは呼ばない。マレーシア人にとって、マレー語は、一般に、マレーシアの標準語である。 マレーシア語を指す。ブルネー、シンガポールでは、マレー語が公用語名である。一方、インドネシアで、マレー語は、マレー人の話す、地域言語という意味でもっぱら用いられる。さらに、スマトラ島中東部やリアウ諸島、ボルネオ島の一部では、言語学上の、マレー語の意味で、インドネシア語と呼んでいる。ウィキペディアのマレー語版は、インドネシア語版が独立しているため、 インドネシア語を除いた意味でのマレー語で執筆されている。通常、マレー語はラテン文字26文字で表記される。ただしこれはイギリス植民地時代からの伝統であり、それ以前はアラビア文字をもとに作られたジャウィ文字が使われていた。イスラム伝来以前にはグランタ文字、カビィ文字等のインドのブラーフミー文字から派生した文字が使われていたという。今でもジャウィ語で ジャーウィ文字が専用されるほか、マレーシア国内のイスラム教徒からもジャーウィ文字の存続を求める声があり、学校教育の場ではその学習が続けられている。ブルネーではラテン文字とジャーウィ文字が共に聖書法として制定されている。インドネシア語ではラテン文字のみが使用される。この記事ではラテン文字を使用する。インドネシア語との比較は以下の通り。マレー語の発音は 日本語と同様の子音、母音が多く子音の連続が少ない。標準日本語の和者が注意すべき発音は、綴り状の5末、または、子音直前の R は発音されず欠落する。また、5末の T、P、K、D などの子音はは、内波音として発音される。例えばサラモットの T は、破裂を伴わないため、日本人の耳には、スラマッ、と聞こえる。 マレー語の母音は単母音が6種、加えて二重母音が3種ある。発音の違う、E と、は、同じ E で綴られてしまうため文字上では、区別ができず、単語ごとにいずれであるかを覚える必要がある。また、綴り上の5末の A の発音は、になる。最終音節、または、子音連続の直前の I、U の発音は、E、O になる。マレー語の基本語順は素母である。 また、就職後は、非就職後の後ろに置かれる。私は、チキンカレーを食べました。この文では、さやが S、まかンが V、かりあやむが O である。助動詞は、基本的に動詞の直前に入る。私は、チキンカレーを食べたいです。通常、英語の B 動詞に当たるものはない。私は、日本人です。ただし、説明文では使用する場合がある。 CFJapan オレネガラアジア日本とはアジアの国である。否定語には武漢かタイタックを用いる。基本的に名祝を否定する場合は、武漢を動詞、形容祝を否定する場合は、タイタックを用いる。私はマレーシア人ではありません。私はこの手紙を書いてません。マレー語は公着語的特徴を主に持ち、タイなどは設字により表現される。 また、辞典は文法に組み込まれていない。辞典を示したい場合は、助動詞や副詞を使用する。代表的な説当時代表的な設備時一認証、に認証の受け身表現は、受動説時 D マイナスを使用せず、認証動詞互換によって示される。この手紙は私に書かれました。私の母は、私の書いた手紙を送りました。マレー語では語を繰り返す表現が品質する。 名詞の複数による重複複数を示す場合、重複が起こる。同じカテゴリに属する多様な形質を持つものを示す。場合は、2回目の頭シーンが変化することがある。単独では意味をなさないもの上語のみ存在し、単一では意味をなさない語もある。ここではこの言語の名称の問題には、触れず、古くから研究者の間で知られる。 日本語大学の辞書を出版の時代を限っていくつか紹介する。おちゆう、うまび大正12年、南洋協会台湾支部発行。宮武正道、草間正辞典。昭和13年、岡崎屋書店発行。平岡うるうさん、はじい、びんぼんち、バー,レー日本語辞典。昭和15年、南洋協会台湾支部発行。 著者の一人端い貧乏知事は、マラヤ出身のマレー人である。富士のカり、モハンバヒ事典。昭和16年、花屋商会。竹富昭一、マレー語大辞典。昭和17年、大文社発行。本辞典には、記状版と祝冊版の2種類がある。岡本康夫、東和辞典。昭和18年、湘南本願寺日本語塾発行。 統治学名、標準マレー語大辞典。昭和18年。博文館発行。上原里志蔵、草間新辞典。昭和19年。晴れ南社発行。佐藤栄三郎、インドネシア最新マレー語辞典。昭和19年。公文社発行。マレー語和書の大半はイスラム教徒だが、アラビア語由来、ペルシア語由来の外来語はあまり多くない。 理由の一つに、マレー語は語根に、窃盗字や設備字を加えることによって、造語や品種変化が容易にできるため、高等概念や抽象概念も固有語で表現することが比較的多いためである。第二に、それでも抽象的な概念や宗教的な用語は外来語に頼ることも多いが、マレー語にはイスラム教伝来以前にインド文化を通して、 サンスクリット由来の外来語が多く入っているため、むしろそちらの語彙を使うことが多い。東南アジアではインドア大陸に見られるようなインド文化とイスラム文化の衝突は起きなかったため、マレー語ではウルドゥ語のようにサンスクリット由来の外来語がアラビア語に置き換えられるようなことはそれほど多くはなかった。ペルシア語由来の外来語は一部の文化的語彙に限られる。 西洋語からの借用語は英語からのものが多く、関東語などの中国語方言やタミル語などのインド系の諸言語からの外来語もある。以上のことはインドネシア語にも当てはまるが、よりアラビア語由来の外来語が多いのが特徴である。また、英語からの外来語は少ない分、オランダ語、ポルトガル語からの外来語、また、ジャワ語などから流入した。 着用語が多いのもインドネシア語の特色と言える。南アフリカのアフリカンス語はオランダ語の変種とされるが、奴隷として連れて来られた、マレー人の話していたマレー語の影響を受けている。ありがとうございます。